はい、それでは、今回の動きを止めるな、今回は鬼腹筋2曲でございます。どんな内容かと言いますと、結構オーソドックスに腹筋を真正面から鍛えていきます。1曲目は普通にお腹の、真ん中部の部分の腹直筋、ここを鍛えていく、曲になります。そして2曲目が、もう体幹トレーニングです。体幹トレーニングの中でも、よりすぐりかなりハードな動きを今回は入れてますので、まずは1曲目で表面のお腹をしっかり鍛え、そして2曲目で体の内側の方からしっかり体幹を鍛えて、体の機能までしっかり良くしていきましょう。それでは早速始めていきましょう。レッツゴー。さあ、それではセットアップ、お腹の上の腹筋参りましょう。クランチ2カウント、顎を引きます。おへそをしっかり見ながら丸めていきましょう。さあ、オーソドックスな動きですが、次は足も一緒に参りましょう。足立つ頭で同じ速度で上がっていきます。こうすることでより骨盤が丸まることでお腹全体に効かせていきます。繰り返しましょう。あと2周、正確な動きになるようにスピードを上げましょう。シングルカウントゴー。ちょっと速い動きですが丁寧に動きましょう。呼吸にしっかり合わせることが大切です。次はハードコンビネーション、まずは上半分、そして横に戻します。繰り返しましょう。上半分から戻す、このパターンよく覚えておいてくださいね。後でまた出てきますよ。はい、 OK、 ちょっと休憩を入れましょう。 OK、 それではさっきと同じ動き、足出す頭、スローカウント。次のスローカウントですが、動きちょっと変わります。下ろすときに手足をゆっくり伸ばして、もう一度この動きを速くいきますよ。シングルカウント、さっきとの違い分かりますね。より手足が伸びることでお腹への負荷がかかってきます。あ、頑張りましょう。さっきのパターン思い出して、次からまず上半分、そして戻しましょう。いかがですか、なかなかハードですよね。あと20、はい、出そう。 OK です。では最後のラウンド、まず四つん這い、よく見てください。膝を少しだけ持ち上げてキープ、背骨を丸める動き、2カウント、どうぞ。膝を浮かせた状態でこの動きやると肩にかなり入ってきますね。体幹&クランチ、慣れてきました。参りましょう。シングルカウント、早く8回、最後の動きになります。最後までいい形で終わりましょう。ありがとう。OK、 お疲れ様でした。はい、それではコアストレングス、体の内側にある体幹の筋肉を鍛えていきましょう。まずはプランクの姿勢、膝つきでまずキープしていきましょう。肩の下に肘を置いて、お尻の高さは頭の高さと揃えて、できる方は膝を伸ばしてキープ。肩、肘の位置、お尻の位置関係は膝を伸ばしても一緒です。動き出します。コンビネーション、右手を床に置いて反対の左手、1回戻したら右手を外側に、指先をタッチ、反対。コンビネーションパターン、スピード上げましょう。早く、右手、左手、そして外に右手、左手で出していきましょう。繰り返します。
ましょう。何でしょうか。これは骨盤が揺さぶられやすいですけどね、そこをなんとか抑えていきましょう。次の動き、右足から外側に足をアーチして、これも同じです。お尻がアップダウンしやすい種目なので、なるべく抑えて頑張っていきましょう。はい、 OK です。さあ、それでは休憩2周目、同じことを繰り返します。2周目セットアップ、ゆっくりお尻を上げて膝つきでセットアップです。腰が弾まない、丸まらないように気をつけて、伸ばせる方ここから膝伸ばします。それではコンビネのパターン思い出しましょう。左手から言うか、右手、左サイドに手を出して、いきましょう。スピードアップ、ゴー、サイドダッチ、頑張りましょう。はい、次の動き、左足からサイド立ち、足立ちます。もう少しで終わりですからね、頑張っていきましょう。はい、 OK、 お疲れ様でした。